今週のツンツメは、先週に引き続きアイドル育成型エンターテインメントカフェ秋葉原バックステージパスを紹介。ここは100人以上のアイドルキャストを抱えるルアイド芸能社が運営するステージ常設型のカフェレストラン。お客さんはプロデューサーとなってアイドルを育てていかなければならないのだ。前回はつんくさんと千代丸さんが秋葉原バックステージパスを訪れ、このカフェの楽しみ方を教えてくれたんだよね。つんくさんも千代丸さんもノリノリだったな。おはよう。ここで働くアイドルキャストたちは毎日このお店のステージでお給仕しながら歌やダンスを披露してプロデューサーに顔を覚えてもらっているんだよね。俺はもうだいたい覚えたぞ。お待たせいたしました、はい、改めまして本日はバックステージパスへのご支度ありがとうございます。私たちアイドルの面倒を見ていただく必要があるのですが、はい、よろしいでしょうか。まあ面倒くさいですけどね、しょうがない。面倒見るのはもうしょうがないな。もうやります。ありがとうございます。300円で入っちゃう。プロデューサーの種類は全部で10種類、肩書きを上げていくのも楽しみ方の一つだ。そうだ。イエーイ、やったぜ。他にもつんくさん、千代丸さんが厳選したフードメニューを食べたり、やりにくいよもうそりゃそうですよね。写真撮影ができるプレスパスを使ってアイドルキャストたちの写真を撮るのもこのお店ならではの楽しみ方と言えるだろうな。欲しいな。もうちょっとね、カメラ目線いいですか。はい、笑顔で5秒前、4、3、2、1、はい、いただきました。ここでやっぱりプレスとしての腕前が出ますから。そうですね。あ、なんか一人なんか変な亡霊が。あれ、ちょっと待ってください。 AD 混ざっちゃってる。 AD 見切れてるよ。ちょっと AD、 これ見切れちゃってる。 AD 映っちゃってるよ。本当だ、申し訳ない。 AD なんでネクタイだけしてるの。取っちゃダメだよ、取っちゃダメダメダメ。ちょっと備品取っちゃダメだよ。今週はさらに次の企画もスタートするぞ。最後まで見逃すな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ、まあ、大体の紹介が済みまして、そうですね、あとはステージですけどもね、はいはい、まあ、基本的にはこれ定期的なんですか、不定期的なんですか。もう定期的ですね。あの基本的に金土日はもうかなり定期的にステージもあって、そうですね、やる、まあ、あのいわゆるコマが決まってて、こんなやりますあんなやりますみたいなことがあって、はい、で平日はもうこっちの空間がリハーサル空間になっているので、はい、それをまあ、プロデューサーさんたちが、お、今日もちゃんと練習してるかなって見る空間、はい、だ突発的に結構何があるかわからない。そうなんですよ、はい、突然誰かが歌い始めたりとか。そうなんですよ。それはもう OK になるんですよ、ね、OK と思います。じゃあプレスボーイ、はい、プレスボーイ、プレスボーイ。そんなこと業界で言いませんよ。プレスボーイ、プレスッコ、プレスッコ、まあいいや、何でもいいです、はい、じゃあプレスさん、はい、あのお願いしますね。はい、わかりました、はい、あのキャストあんま下からローアングル困りますんで、後ろタレントは。まあ分かってますよ、プレスですから。そんなの使えないじゃないですか。そんなお願いしますね。はい、じゃあ、安住くんお願いします。はい、さあ、それではアイドルキャストの皆さんに歌っていただきましょう。曲はアイヤパパイヤです。どうぞ。この人撮ってもしょうがないな。歩いて3分、秋葉カルチャーズゾーンの6階だ。仕事帰りや学校帰りに行けちゃうね。プロデューサーとして出世を目指すもよし、友達とご飯食べに行くもよし。秋葉原の新名所、一度は行っておきたいよな。自然をそらしたってロマンチックな呪文で、あなたはクラクラクラ夢レベル上昇で、Oh!
あ、そのまま決めポーズもらおうかな。はい、3、2、1。はい、はい、いただきました。はい、こんな感じでプレスもね、頑張ってますから。 いや、頑張ってくれてますよ。はい、はい、ありがとうございます。ですね、まあ、こんな感じでね、プレスを使って上手にしたりとかですね、はい、ステージがあったりとか。そうなんです、まあ、本当にエンターテインメントたっぷりですね。もうだから業界ですよ、ザ業界ですよね。ザ業界ですね、はい、ということで、はい、ますます盛り上げていきましょう。わかりました、はい、はい、じゃあこの後はエンディングです。はい、全詰め。さあね、はい、だいぶいろんなこと分かっていただけたんじゃないかと思うんですけどね。はい、これからもどんどんあのステージもバージョンアップし、そしてあの、ね、あ、ステージ力も バージョンアップし、そしてキャストのこのお給仕もね、はい、どんどんこう清楚に華麗に、 そして速やかに迅速にみたいな感じでお届けしたいなと思っておりますので、キャストたちはもうステージの上でも下でも頑張らないといけないって思ってますからね。はい、はい、気が抜けない。はい、はい、ありがとうございます。皆さんぜひご来店ください。お待ちしております。待ちます。おーい、おい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 、アピールして最初の人が CM の後、いよいよ恒例のあれが始まるぞ。アピールです、アピール。まあいいか、まあいいのか。あの日、俺はあいつに出会ってしまったんだ。君はやらないの？まだやり方がよくわからなくて。トライアルデッキがあればすぐ始められるよ。ここでこうやってライドすると簡単だね。一緒にバンガロー勝負してくれませんか？バンガードファイトしようぜ、ブシロード。今日はなんとツンツメ第4回目になります。はい、踊ってみた、踊ってみたの4回目。はい、どうもですね、まあ、豪華なメンバーが来てくれておりますけども、はいはい、まあ皆さんいろんな曲にまあ今日は踊ってみたで振り付けて練習してきたと。そうですね、いうことだって、なんとなくもう曲が偏ってきましたね。そうですね、なんかツンク楽曲多くないですか？そうなんです、みんなあのネットでも流れたりというね。ああ、なるほどなるほど、欲が出てきてるんですよ。そうかそうか、ネットでじゃない、ネットでカットされちゃいますよね。多分何々踊ってますっていう。なるほどね、テロップが出なくなっちゃう。もしくはつむさんに気使ってるかどっちかですよね。ああ、それもありますかね。そっちじゃないかなと思うんですけど。そうなんですかね、なんなら僕の曲でもいいんですよ。シグラ曲もテロップ出ないんですか？いや、もう使っていただけ、僕がなんとか大人の世界調整しますから。え、マジで？マジです、マジです。本当ですか？本当です、本当です。はい、まあその辺なんか、なんかもうちょっとバランス、あの、まあ大抵ツンク派ってことですよね。いや、それが最近気に食わないんですよね。お前もツンク派かと。はい、もう千代森こそツンク派になっちゃえばいいじゃん。それだ。今回は番組恒例踊ってみた第4弾。いつものツンツメファミリーに加え、バックステージパスのアイドルキャストたちも緊急参加。ツンツメファミリーがチームリーダーとなり、アイドルキャストたちと猛練習したらしいぜ。その成果を発揮できるのかも見どころだ。熱のこもったステージをご覧ください。そうですね、ツンツメ。さあ、ということでモスコ先生、いいですか、今日も厳しくジャッジの方をね、はい、お願いします。はい、さあ、それでは早速呼び込んでみましょう。まず最初は対決トロピカル丸の皆さんです、どうぞ。君のこと。自宅のプレイステーション3で簡単カラオケ、人から練習にぴったりな機能がたくさん、ジョイス&ダイブ。嫌われたらどうしよう。ジョイス&ダイブでは7万8000曲もの歌があり、本格カラオケが楽しめちゃいます。もちろん毎週新曲も配信されているので、最新曲もバッチリ歌えちゃいます。ついに
バーサスライブ第2弾。今回は番組でもおなじみのアフリアサーガーイースト、ロックなボスボード、可愛らしいアフリアサーガーイースト、どんなライブになるんだ。それは行ってからのお楽しみ。マイン御礼、秋葉原の新名所、アイドル育成型エンターテインメントカフェ、秋葉原バックステージパス。話題のアイドルキャストたちが君を待ってるぞ。秋葉原へ急げ。バックステージパスを待ってます。せーの、私たち TBS トロピカルマルです。よろしくお願いします。さあ今日何やってくれるんでしょう。今日は松浦彩さんのトロピカール恋してるです。おー、はい、トロピカルつながりできましたね。トロピカルつながり、あ、ほんとほんまやね。私たちね、トロピカリたいので。そうなんですよ、トロピカリたい。どうなったらトロピカってるの。もうちょっとね、萌え萌えな感じです。萌え萌えな感じ。萌え萌えがトロピカルとイコールなの。キラ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 プリプリみたいな感じです。欲張りやな。わかりました。でもちょっとトロピカっていただきたいなと。はい、ね、本当に。頑張った感じはしますけどね、はい、僕がその想像してたトロピカル恋してるとはちょっと違う。もともとの松浦の振り付けとは全く違うんですよ。はいはいはい、これどうした自分たちで。え、これはあのゆきちゃんが頑張りました、はい、自分で考えて、はい、こうやろうよこうやろうよ。いやでも随所にそのトロピカル丸のこれがこう入ってくる感じがなかなかこう、うん、今こっちでもこっちでもどっちでもいいんだけど。徹夜したんだもんね。そうなんです、4時、朝4時まで考えて。そういうのいらないんだ。そういうのいらない。せーの、チームウユマノです。イエーイ。あのですね、ウユマノヨッケのヨリのユでしょ。ウランのウ、そういうやつね。キリンのユ、マイのマ、ノンちゃんのノ。いやでもいいんじゃないですか、今日はオレンジがテーマでね。はい、実はこれ、うん、あの大好きなママが全部手作りで作ってくれたの。あ、もうウルトラ母みたいですよね。ウルトラの母ですね。なんかね、
ユキンのボディウェーブがすごい綺麗で、どれですか、こういうこれですか、違うね、これですか、違うね、違いますね、分かんないですよ。いやでも全体振りも大きくて良かったよ、はい、ありがとうございます。さすがユキリンって感じでしたけど、俺はちょっとね、アヤノンがね、あんなにセクシーな表情をするのかというあの B メロのこんなに不自然だったところの、あら、俺初めてあんな顔を見てしまいましたね、僕は。いや、僕もお面取ったところ初めて見たんだ。普段はお面でね、見せに来てますから。全然ダンスガールプロジェクト研修生です、よろしくお願いします。じゃあ自己紹介それぞれやってみてください。中学校1年生13歳のリサマルこと尾形リサです、よろしくお願いします。お願いします。リサマル仲間でいる、え、はい、リサマル、リサマルです。なんで丸つけたの。なんとなくです。なんとなくか、うちの親と一緒13歳中学1年生のあややんこと藤田彩香です、よろしくお願いします。つぶらしこと赤羽つぶらです、よろしくお願いします。肉食系草食系馬食系、高校3年生18歳馬食こと近藤里奈です、よろしくお願いします。馬食、牛が好きなの、馬が好きなの。馬が好きっていうか、ポニーテールがチャームポイントで、はい、え、それが芸名なの。ニックネーム。あ、そっか、そっか。おでこがチャームポイントの中学1年生13歳、今日もおでこがピッカリンなでこまゆこと坂上まゆです、よろしくお願いします。はい、まゆちゃん、でこまゆちゃん。高校2年生17歳のしおりんです、よろしくお願いします。お願いします。ね、はい、高校1年生15歳のはるちゃんこと小野はるかです、よろしくお願いします。リボンさんでみんながワクワクするお菓子を作ろう、イエーイ。お菓子で人を幸せにするお菓子メーカーリボンさんに地元名古屋のアイドル OSU が直撃。弊社の期待の、職人です、はい、以前の収録で脚光を浴びた味の魔術師直樹くん、あのコラボキャンディーはどうなったのか、研究開発室の直樹くんに聞いてみたぞ。失礼します。直樹くん、はじめまして、噂の直樹くん。え、全然想像してたのと違います。あの、ここでは何をしてるんですか。今ここではですね、あのキャンディーの方を試作というのをしていまして、はい、こう水飴とか砂糖という原料から、あのいつも皆さんが食べているキャンディーの形になるまでっていうのを、ここで一回どんな味が出るのかっていうのを作っています。萌えキャンの試食をしたいと思うんですが、いいですか。あ、はい、うん、あ、やった。こちらが直樹さんが作ってくれた萌えキャンの試作品です。まず最初につんくさん、千代丸さんが試食した告白味を食べてみましょう。
ぽい。これは完璧告白っぽい。告白っぽい。あ、これ好き。これ好き。なんかドキドキ。次にこちら。新たに作られた4種類です。まずこちらからいきましょう。こんな感じ。いつこんな感じ。こんな感じ。こんな感じでね。なんか甘い、甘い。こんな感じだね。こんな感じ。こんな感じ。甘い。次はこちらの飴です。すごい切ない感じがします。涙って感じだな。ほんのり塩を入れることで涙をこう表現します。続いてはこちらのキャンディーです。なんだろう、女の子が勝負するっていうイメージだったんで、やっぱベリー系の味にしようかなと思ったんですけど、頑張ろうとかそういう気持ちをこもってるんですね。そして最後のキャンディーです。え、ちょミルク入ってます、ね、あ、やっぱミルク入ってます。おいしい。なんか甘いよ。なんか甘い味。なんか恥ずかしくなってきた。おいしいよも納得のオリジナルキャンディー、計画は着々と進行中。次はお菓子工場も見ちゃうよ。僕も見に行きたい。全部で競わせてみた。3週にわたるガチンコシリーズもチャット獲得ポイント、人気投票、ブログアクセス数を集計した結果、おめでとう、3回連続勝ち抜き決定。それではリアルタイムをどうぞ。挑戦ユニットはこちら。果たしてミスヤングチャンピオン2011の勢いを止められるか。さあやってきました。こちらがカリフワの下北沢店です。失礼します。いらっしゃい。すごい匂いする。見てください、これやばいですよね。うまみ。ネギどうしよう、ね、ネギと。あー美味しそう、ね、すごいね。うわこれはもうね、もうどうどう。うん、うん、おいしい、うん、幸せ。ツンツベ見たよ。で、なんと二玉半額。さあ続きましてはモスコミュール師匠推薦のミュートの皆さんです。どうぞ。ミュートです。よろしくお願いします。なんかちょっとカラーがね違いますけどね。さあどういうチームなんですかこれは。一応踊ってみたニコニコ動画で上げてる集団です。普段はそれぞれが、はい、そうです、自分で上げたろうみたいな感じで、はい、自宅とかどっか道端とかで踊ったやつを上げてそうですね。どんな主婦幕が通ったか
にお疲れ様でした。ありがとうございました。どうですか千代丸さん。やっぱりなんて言うんだろうな、指先までこうなんだろう、踊る時にこう気持ちがいってるというか、ちゃんとこう指先までフォローしてる感が伝わってきているので、あ、まあ、その辺はさすがだなと思いました。ね、すごいですね。なぎさん的にどうですか。なんかここで激しく踊っててね、すいません、よく見てなかったですね。よく見てなかった。すいません、なんかもう自分のあれに世界に入ってます。自分の世界に入っていて、人のキュートを目指しは見ないぞ。なぎとキスで踊れるの。踊れます。ちょっとやってみて。なぎさんと一緒にやりましょう。軽くやってみて、軽くやってみて。またなぎさが美味しい番組になってきたぞ。投票はご覧のアドレスから。そして映画篤姫ナンバーワンが2012年4月7日よりロードショー大決定だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。それではもう一度いきます。キュートでキスミー愛してるです。どうぞ。